ですよ。ねえ、それで、まあ、最終回を迎えたわけなんですけれども、ね、小林さん的にどうでした、ハガレン、ね。私的には本当に終わってないというね。監督から終わったって言われたけど。私的には終わってないこと。むしろ、まあ、始まりって感じじゃなんか、新たな旅立ちそう、そうなんだよね。あんまりさ、最終回だったんだけど、うんうんうん、最終回な感じはしなかったよね。うん、そうですね。そう、やっぱほら、うん、あるはね、旅立ったしね。そうそう、旅立っちゃうし、エドはいないし、そうそうそうっていう意味では、その自分たちの物語はまだ終わってないぞっていう。そうそうそう、なんかさ、すごく希望を託すようなさ、うん、終わり方で終わったじゃないですか。良、うん、かったっすねー。ね、でもさ、ある意味、そうなんかだからハッピーエンドかなと思ったんだけど、うん、ある意味悲劇だなと思ったわけ。そうね。うん。あのほら、パンドラの箱でさ、うん、最後に出てきたのが希望だったっていうのがあったじゃん。うん。なんか、それってすごく、なんか、希望っていうものに追いすがっていかなきゃいけない、また悲劇が生まれるわけであってさ、うん、新たなまた旅が始まっていくわけじゃないこれから。だって、これからいいことだけがあるわけじゃないからね。そうそうそう。そうね。だね、微妙な終わり方をしたなと思うわけでございますよ。うん、ね、視聴者の方々はね、皆さんどんな風に思ったのか、ぜひね。ね、知りたいですね。うん。本当、我々はそんな感想を抱いているわけでございますが、はい、